3M 製の N95 マスク N95 マスクとは、アメリカ合衆国労働安全衛生研究所の N95 規格をクリアし、認可された微粒子用マスクのこと。N95 規格は、NIOSHが定めた9種類の基準の中で最も低いもので、N は耐油性がないことを表し、95は主権粒子を 95% 以上補修できることを表している。NIOSH規格で用いる主権粒子は、フィルターで最も補修しづらい、つまりフィルターを通過しやすいサイズの粒子状物質で、空力学的質量計でおおよそ 0.3 メートルの粒子であり、この粒子計で 95% 以上補修できなければならない。なお、N 規格の主権粒子は、塩化ナトリウム、DOP が用いられる。主権粒子は、炉材のタイプにより選択される。日本の厚生労働省国家検定規格では DS2 区分マスクが N95 マスクに相当する能力を持つ。N95 とはフィルター自体の性能を示すもので装着後のマスクと顔との密着性は保証していない。市販されている N95 マスクの多くは密着性を高めるためカップ型となっており、ずれにくくするため2本のゴム紐で固定するタイプもある。ただし使用にあたっては、正しい装着を実施する必要があり、サイズの確認のため、最低年1回のフィットテストが必要で、息の漏れがないかを確認するシールチェックは、装着した状態粒子状物質の吸入防止に用いる。もともとは製造、建設現場など、粉塵の多い場所で使用するマスクとしてであるが、結核、SARS などの感染症防止に効果を上げたことから、医療業界でも利用されるようになった。また、PM2.5 やそれら有害物質を含むヘイズにも有効である。手術用のサージカルマスクなどとは区別し、レスピレータ、呼吸用保護具、防塵マスクなどとも呼ばれる。なおサージカルマスクは装着者の側から発する飛沫の拡散を防ぐために用い、レスピレータは装着者を空気中の微粒子から防ぐために用いるという解釈は誤りであり、サージカルマスクの基準は日本国内では厳密に規定されてはいないが、米国の ASTM が規定する ASTM-2100-11 という規格において、不、パーティクルフィルトレーションエフィシェンシーと不フ、バクテリアルフィルトレーションエフィシェンシーが設定され、前者は装着者を守るための指標。後者は患者に細菌をしぶきさせないための指標が存在し、規格の違いはあれど、濾過機能においては、医療用サージカルマスクと N95 規格のマスクとの差異は大きくはない。米国労働安全衛生研究所による規格には、以下の計9種がある。3種の耐油性イニシャルと3種の性能数字とを組み合わせる。ありがとうございます。